こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本には、そう、竜型潜水艦をはじめ、通常動力型潜水艦が多く、導入されています。それは、静粛性に優れた潜水艦を必要としているからです。また、日本には、米海軍の原子力潜水艦も多く配属されていることを、知っているでしょうか？日本が保有しているわけではないですが、同盟国の米国が保有している原子力潜水艦が多く配備されています。現在、最小限の寄港だけを許可しています。新型ウイルス感染予防ですが、原子力潜水艦シカゴが慌ただしく入り出港しているのです。今回はこちらの話を詳しく見ていきますね。それに、今原潜の存在価値が理解できますよね。燃料は、2020年9月末、神奈川県にあるアメリカ海軍の横須賀基地に、ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦、シカゴが入港したものの、すぐに出港する。スピード寄港だったと報じられた。この後、シカゴは、10月2日から6日にかけての期間でも横須賀海軍基地に、寄港しており、先のスピード寄港は緊急性の伴う人員の移送だったのではないかと見られている。新型コロナウイルスの発生後の今年2020年3月以降、アメリカ海軍横須賀基地に原子力潜水艦が入港する機会は目に見えて減少しており、ここ半年では2隻が1日未満立ち寄ったのみだった。これは海軍艦艇の中でも一度出港すれば狭い艦内に缶詰となる環境の潜水艦において新型コロナウイルスへの乗組員の罹患が何より恐れられていることの表れだと見る向きが多い。ただ、この10月にはシカゴに続き、同じくロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦のシャイアンも月末にかけて寄港しており、若干、新型コロナウイルス対策も若干緩和されつつあるのかもしれない。さて、アメリカ海軍の原子力潜水艦の日本への寄港といえば、かつては、原子力航空母艦のそれと並んで、左派勢力からの激しい抗議活動や、入港阻止運動が繰り広げられた時代もあった。旧ソ連が崩壊を迎えて以降は、そうした活動、運動はかなり下火となり、取り上げられる機会もめっきり少なくなっているように感じるが、あの時代を知る者にとっては、覚醒の感がある。そんな複雑な気分を感じさせてくれるアメリカの原子力潜水艦だが、昨今寄港を行ったシカゴ、シャイアンともにロサンゼルス級の攻撃型原子力潜水艦で、まさに冷戦の最中に建造された艦艇だ。ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦は世界で最も多く建造された原子力潜水艦であり、一番艦のロサンゼルスが1976年に就役した後、1996年就役のシャイアンまで、実に62隻もの数が建造された。これは、およそ20年で60隻以上が建造されたことを意味し、
今後もしばらく。この記録が破られることはないと思われるほどに群を抜いた席数であろう。これだけ多数のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦は1番艦から30番艦までがフライト1型、31番艦から38番艦までがフライト2型、39番番艦から62番艦までがフライト3型と大別される。フライト1型は、兵装としては、艦首部に 533mm 魚雷発射管4門を備えているが、フライト2型以後は、船体背面に12機の VLS を装備するようになり、フライト3型では、船雷地の変更が行われている。2020年11月現在、収益を継続中なのは、フライト2型以後の艦艇であるが、この中でも、1隻は退役、すでに、フライト1型は全艦が退役しており、後継艦のバージニア級への代替が進められている。ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦は、1番艦の収益の1976年から数えれば、およそ半世紀の長きにわたって運用が続けられている艦だが、その最大の理由は、フライト2型以後の VLS の搭載にあると思われる。建造当初のフライト2型以後の VLS12 機では、対地攻撃、および追艦攻撃用の2種類のトマホークミサイルに加えてサブハープーンミサイルも運用可能であり、攻撃型潜水艦として大きな打撃力を有していた。現在では対地攻撃用のトマホークミサイル1種類での運用に改められているが、攻撃型原子力潜水艦としての陸上攻撃用の火力として、以前高い能力を保持しているということができるだろう。ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦は多数建造されたため、時期により、若干排水量に違いはあるものの、フライト2型以後は水中排水量約7100トン前後、全長 109.73 メートル、全幅 10.1 メートルほどだ。この艦用は、次級となりながらオーバースペックゆえに、わずか3隻の建造に、止まったシーウルフ級より小さいが、さらに次のバージニア級の、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルと比しても見劣りしない。現在最新であるバージニア級客型原子力潜水艦も、兵装面では、ロサンゼルス級のフライト2型以後と同様の 533mm 魚雷発射管4門と、12機の VLS となっており、コンセプトは継承されていると言えよう。ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦、シカゴは今回の横須賀基地。寄港前には、マリアナ諸島沖で開催された、バリアントシールド2020というアメリカ海軍の実弾演習に参加したという。この、バリアントシールド2020には、原子力航空母艦のロナルド・レーガンや強襲揚陸艦アメリカも参加しており、2013年退役のフリゲート艦カーツを標的とした攻撃訓練を行っている。ここでシカゴはカーツに魚雷による実弾攻撃を実施し、参加した航空機や艦艇からの対艦ミサイル攻撃の止めとして、
同艦を撃沈する役機を担ったとされている。